はい、行きましょう。情報公式の利用ですね。ここでは何やるかっていうと、前回の因数分解の手前であった情報公式っていうのありましたよね。 A たす B の2乗は A2 乗たす 2AB たす B2 乗やとか、ね、こういう A たす B、A 引く B は A2 乗引く B2 乗やみたいな、こういう情報公式やってんけども、それを利用してルートの計算をするとちょっと楽だよっていうのを勉強していくんですね。で、これまあ実際めちゃくちゃ楽なんでね、ぜひぜひマスターして使いこなせるようになってくださいと。まず1番見ていきましょう。ルート5引くルート3の2乗。これって何やと、 A 引く B の2乗の形と一緒やんって思うんですね、まず。ほな、 A 引く B2 乗の情報公式を思い出すと、 A2 乗引く 2AB 足す B2 乗っていう情報公式があったんですね。これを思い出すと、これを当てはめたらいいんですね。つまり、これの2乗引く 2× これ×これ足すこれの2乗やんと。それを今言ったの式に書くと、ルート5の2乗引く 2× ルート 5× ルート3足すルート3の2乗やんってなるんですね。ここまで OK ですか？で、じゃああとはこれを計算していくと、ルート5の2乗なんぼですか？ルートは2乗したらルートが取れるんで5になると。で、これ、ルート 5×ルート3はルート15。だから、間にあるのはマイナス2ルート15ですね。で、ルート3の2乗っていうのは、これは2乗、同じく2乗してルートが取れるから3になると。つまり5足す3が8やから、8引く2ルート15になるんですね。で、これ慣れるとめっちゃ早いんです。つまり慣れたら、あ、これの2乗足すこれの2乗をまずして、つまり5足す3して8。で、あとはマイナス 2× これ×これでマイナス2ルート15っていうふうになれたらもうめっちゃ早くできるんですね。だからぜひぜひ初めこのオーソドックスなやり方をやっていて、だんだん自分でコツつかんでね、もう一気に答え出せるようにしたらいいかなと思います。次の問題なんかその典型ですよね。ルート7足すルート2、ルート7引くルート2。これって、あ、そうや、A 足す B、A 引く B の公式と全く一緒やんって思うんですね。A 足す B、A 引く B の公式って2乗引く2乗やったと。そうですよね。これも同じように見る。これ足すこれ、 A 足す B、 A 引く B って見たら、これはルート7の2乗引くルート2の2乗って分かるんですね。この公式と一緒です。ほな、ルート7の2乗って7やと、ルート2の2乗って2やと、7引く2で5やと。これも慣れてる人からしたら一瞬で答え出るんです。これの2乗引くこれの2乗やから、7引く2で5みたいな感じで、 OK ですか？次、3番については、まあ僕は無理に情報公式使うのもええんちゃうかなと思いますけど、まあ慣れてる人からするとやりやすいですよね。これはどういう情報公式使うかっていうと、これを X って見てくれよと。ここにも書いてるようにね、ルート3を X と置くと、この式に変形できるじゃんと。X 足す 4X 引く2と。じゃあこれ解いたらどうなんのっていうと、 X の2乗足す 2X マイナス8ですよね。x2 乗足す 2x 引く8と。x は今俺たちが勝手に置いた文字やから、元のルート3に戻してあげる。つまりここがルート3になって、ルート3の2乗足す2ルート3引く8っていう風になるんですね。っていうことだよと。あとはこれを計算していく。つまり3、ルート3の2乗は3ですね。3引く8でマイナス5で、プラス2ルート3、これ以上計算できへんから、マイナス5プラス2ルート3とっていう風に答えが出るんですね。マイナス5プラス2ルート3、こっちにも同じようなことをやってます。OK ですか？でもまあこれに関してはもうこうやってピシピシって展開していっても全然問題ないと思いますよ。ね。カッコ4は、これは何やっていうと、特別何かを工夫するわけじゃなくて、今までやったのがいろいろ混ざっただけです。まずこのルート3たす1の2乗が、ここと似たような考え方なんですね。A たす B の2乗やと。これも慣れてる人からしたらすぐ早くできて、これの2乗たすこれの2乗。つまり3たす1で4。っていうのがすぐわかるんですね。そして 2× これ×これやから2ルート3。つまり4足す2ルート3ってすぐわかるんですね。で、ルート12っていうのは2ルート3。ね、ルートの中はできるだけ小さくするのが鉄則やから、それをすると、ルートの中に、ね、ルート12は2ルート3に変形できると。ほな、こっちが4足す2ルート3。こっちはマイナス2ルート3。ほな、2ルート3とマイナス2ルート3消えて、残ったのは3と1足した4だけになるよ。っていうことだけですね。まあ、これも実際自分で書きながら計算したら分かると思いますんでね。今ちょっと聞いてて分からんかった人はぜひぜひ書いてください。で、この下の問題、ここに類題ありますよね。これを使ってね、今言ってたことが自分でもノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。